昨日1日、新潟市を走るバスが無料になるイベントが開かれました。バスの利用を増やすことが目的ですが、利用者からは様々な声が上がりました。今日は新潟市のバス無料デーということでですね、新潟駅のバス乗り場、非常に多くの人がバスに乗るために待っている状況です。そしてバスが来てもですね、並んでいる全員が乗り切れず、もう乗りこぼしが発生している状態です。満車になりますので、次のバスご利用ください。昨日正午過ぎ、新潟駅のバスターミナルは混雑していました。あと青山まで、はい、バスで行こうかと。やっぱ無料だということ。あ、そうなんです、はい、はい、いや嬉しいですね。子どもたちが喜ぶので、はい、行ってきたいと思います。今日無料なので、日頃使っそんなに車でしか移動しないので、初めてバスで、はい、来ました。すごくいいと思います。こういう機会があるんで、はい、乗れるので新潟市が企画したバス無料デー、一部を除いて市内を走るほとんどのバスが乗り放題になりました。3年からこちらのちょいことで、とりあえず、まあ、乗れるのんで、あっち行ったりって乗るのかって、なんか乗らないからね。街中を走るバスも満員の便が多く見られました。新潟市ではバスの利用者が減少傾向にあり、無料デーが日常の利用につながることを期待しています。自分で運転していることが多いんで、やっぱりバスに乗るっていうのも楽しいなと思いましたね。混んでたけど楽しかったなって。いや、久しぶりに使ったので、なんですかね、路線がどこ走るかとか分からなかったので、なんかいい勉強になったなと思いました。これから使おうと思います。車がやっぱりあるとあんまり移動手段としては使わないかなと思います。こういうたまに無料の日とか、料金せめて半額とか、そういうのあったら使うかなと。バス無料デーは来年3月頃にも予定されていて、およそ4500万円の予算が計上されています。新潟市やバスを運行する新潟交通は、どれくらいの効果があったか今後検証するとしています。